ですね。はい、どうも、日本の食卓をブラックからホワイトに、料理の皆さん、リュウセイでございます。言えてましたか？今言えてなかったかもしれないですけど、はい、今日の撮影一発目ということで元気バリバリ、いつも僕レンジでやる、スパゲッティが多いんですけども、今回はねフライパンを使ってやるレシピにしたいと思います。アボカドを使ってものすごい濃厚で美味しいですね、アボカドのカルボナーラっていうね、ツイッターでバズったやつなんですけども、これをですね作っていきたいと思います。はい、それではですね材料説明いきたいと思います。まずアボカド半個です。半分半分、これの半分使います。あとニンニクなんですけども、これも半かけぐらいですね使います。あと卵です。スパゲッティ、5分茹でのもの 1.4 ミリのものなんですけども、アボカドのカルボナーラなんで、まあ、もう少し太めのものでも結構です。家にあるのがこれなんで、これを使っていきます。あとベーコンが40〜50g、今回は 50g ぐらいですねこれね。はい、以上の食材でやっていきます。はい、ここでハイボール師匠のハイボール講座が入ります。手頃な氷ですね。はい、を入れます。アラんです。アランモルトです。はい、アランモルト10年って書いてあるかな。これを飲みたくて今日の動画を撮影したんです。はい、これぐらいですかね。はい、これうまっ。また次回もぜひ見てくださいね。終わらない。終わらない。あ、そうやる。まずベーコンです。拍子切りにしていきたいなっていうふうにね思いますね。はい、細い感じで切っていきますよ。はい、こんな感じでね。ニンニクはおけつを、切り落としまして、アボカドのカルボナーラ、ほんと久しぶりの、かなり初期の時のレシピなんですよこれで。アボカドもね半分にねカットしていきましょう。はい、こうぐるぐると、はい、回していくとですね、トントンね。そうすると、種がすぐ剥けますので、炒めていこうかなと思います。これはちょっと端に寄せときましょう。フライパンで、ベーコン、ね、ちょっとねカリッとさせた方が美味しいので、ベーコンを炒めていきます。この時ではですね少し、油引いてください。小さじ1ぐらいでいいです。ベーコンを入れていきます。はい、でこれでね、ちょっとねカリッとさせて、ベーコンは炒めた方が美味しいので、やっていこうと思います。生ハムとか使っちゃっても全然平気ですよ。火使いたくないって言ったらね、ベーコンもね炒めないでも全然食べれますので、ただ炒めた方が僕は美味しいと思いますので、で火ったら炒めて欲しいなっていう感じですね。はい、香ばしいベーコンの香りを楽しみながら飲みます。あー、このために料理をやってるようなもんですねこれね。僕の個人的意見なんですけども、カリカリにはしなくていいです。ちょっとねベーコンの肉感があった方が僕は美味しいと思ってるんで、これはもうあくまで焦げ目をつけて、香ばしさを出すぐらいに、しておきたいなと思うので、これぐらいでいい。これぐらいの焦げ目で僕はいいと思います。はい、できれば、ボール、ガラスボールとかプラスチックのボールを用意してあげてください。なぜかというと、このアボカドですね、アボカドの金属にのボールにすると変色が早くなっちゃうので、こういう、ボールの方が、一応適してます。まあ金属のボールでも全然できるんですけども、今回はね、売れてるもんなんで、スプーンですくいながら入れていきます。はい、で卵黄ですね。はい、卵、全卵ではなく卵黄です。はい、白身はですね、なんかコンソメスープかなんか、作っていただいて、消費していただくのがいいかなっていうふうに思います。で大さじ1ですね。僕は特別な訓練を受けてますので、だいたい大さじ1分かるんですけど、皆さんは、はい、あ、やべ、高くから入れるの忘れた。チップからオファー来ない、これじゃ。はい、コンソメ、小さじ半分ですね。ニンニクはチューブでもいいんですけども、できればおろした方が美味しいです。はい、これをね、半かけ分入れて、はい、こんな感じですね。フォークで、潰しながら、混ぜていきます。はい、こんな感じでね。はい、こんな感じで潰しながらね。はい、アボカドカルボナーラのソースを作っていきます。よく売れたものを使ってください。その方がねすごくね濃厚なアボカドのカルボナーラソースになりますの で、ここに先ほどの、ベーコンを入れていきます。はい、バター 10g から 8g、 あ、今回はね 8g のキューブを入れていきます。はい、でこれでソースの方は、これでもう完成でございます。はい、いい感じで沸かしたお湯がありますので、これをですね火にかけていきます。でここに、塩ですね。パスタ茹でる時の塩ってねすごい重要なんですよ。味をつけるのにすごく重要なんですね。1リットルぐらいのお水だと思うんですけども、お湯だと思うんですけども、小さじ1ぐらい。この時の、塩分ってものすごく大事なんですよ。味付けの一環なので。で、この茹で汁ちょっと飲んでみてください。お吸い物ぐらいの塩分があったらこれで OK です。結構ね、スパゲッティには塩分をつけた方が美味しいので、はい、ね、そうするとソースとの、調和がすごく、取れるようになってます。極力少ないお湯で茹でた方が僕は美味しいと思ってます。麺のですね小麦が茹で汁に溶け出すので、濃度がね濃くなるんですよね。はい、湯がく時はこれをねちょっとねねじるんですよね。ねじると、こんな感じでねパラパラっと、はい、いきますので、はい、
全然サイズ合ってないじゃねえかって思うじゃないですか。これね、こうやってね、まとめておけば全然全然ちっちゃいので、はい、茹でれます。その方が、水道代もかかんないし、省エネです。こんな感じでね。はい、塩分濃度的に 0.1% ぐらいです。麺によく下味をつけた方が僕は美味しいと思いますんで、これやってみてくださいね。はい、僕結構レンジで作るパスタ多いんですけど、鍋で作るパスタっていうのもやっぱね、結構おつなもんなんで、両方ともね、覚えていただければなっていうふうに思います。鍋で作る場合は、2人分とか3人分とか作りやすいんでね。昔のレシピだからちょっと、昔の、あれが蘇る。久々に鍋でパスタ茹でたな。久々に鍋でパスタ茹でたな。レンジも簡単でいいんですけどね。でもあれは面倒くさい人向けっていうところもあるんで、表示通り、5分間茹で上がりましたので、こっちにそのまま移しちゃっていいです。水分がついてても全然平気ですので、こんな感じですね。こんな感じですね。よくね、あえてくださいね。はい、こんな感じね。ここでね、塩コショウを、していきます。少し、パンチが欲しいなっていう時は塩をほんの一振り、させていただきます。はい、はいはい、こんな感じですね。はい、落とします。はい、で落とす時に、こうこんな感じでねじっていきます。ちょっとソースがちょっと硬いなと思ったら、茹で汁をね少し、入れて伸ばすのも、ありです。あ、そうっすね。ね、やってあげます。はい、好みで粉チーズ、好みで全然平気です。はい、こんな感じでね、アボカドのカルボナーラ、こちらで完成になります。ということでですね、シュチン肉輪していきたいと思います。久々に食べますね、僕ね。パスタが長い、ずっと折ったパスタ食ってたから。いただきます。うめえ。マジうまいな、これ。目にコシがあります。レンジでやってもすごくいいんですけど、僕レンジでやるパスタすごい好きなんですけども、鍋でやったのと違いますね。はい、両方良さがある、両方良さがあるんですけども、これもすごく美味しい。昔の僕天才ですね。イタリアン大好きだったんで、パスタのレシピすっごいいっぱい持ってるんですけども、ブーンって美味しいです。これアボカドの濃厚さがすっごい、チーズねそんな使ってないんですけども、アボカドのクリーミーさすっごいよく、食べれるんで、おいちいしていきましょうね、これね。はい、ほんとうまい。これはね、マジでうまい。ガストとかで採用してほしいね、これ。僕のパスタレシピだからかなり上位にいきますもんね。アボカドのクリーミーさ、オリーブオイルとかバターとかもね入ってるんですけども、このクリーミーさほんとにおいしい。濃厚なアボカドのソースをね、ぜひ堪能していただきたいんで、これ絶対やってください。ものすごいおいしいです。今回の料理、またはですね、僕の飲みっぷりがいいなと思った方はですね、ぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。